皆さんこんばんは、四畳半の岡部でございます。2020年6月の23日、日付変わってでございます。ピックアップ来ておりまして、少し出遅れておりますが、こちら引いていく前に、この場をお借りいたしまして、一言、御礼をお伝えしたいと思います。前回の動画なんですが、本当にたくさんのコメントをいただきまして、本当にありがとうございました。ある一人のリスナーさんに向けて、熱いメッセージを伝えたいということで、皆様からたくさんのコメントを募ったところ、本当にあったかいコメントをたくさんいただきました。本当にありがとうございました。で、そのコメントの中に、ちょっと一つだけ、目に留まったというか、気になったコメントが混じっておりましたので、ちょっとご紹介したいと思います。それがこちら、岩巻さんからでございます。ビーポイさん、頑張ってください。ここまではいいです。ここまではいいです。つむつむが上手くなる情報とかはないのに、いつも狼さんの動画を見てしまう理由が分かった気がする。すごい的を得てるなと思いまして、僕自身もね、ちゃんと自覚しております。僕の動画を見てつむつむが上手くなるわけがないです。僕が真剣にスコアアタックとか真剣に頑張ってプレイをした動画が逆に YouTube から不適切動画として扱われたことがあったぐらいです。こんなチャンネルをね、見てくださってる方々に対して本当に申し訳ないというか、本当にね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。というわけで今日はピックアップを早速弾いていきたいと思います。というわけで早速弾いていきたいと思います。さあ、行くぜ。ね、こうやってね、ピックアップをね、弾くとか、赤い箱を弾くとか、ね、こんな動画ですよ。こんな動画なので、まあ、唯一あるとしたら、無課金でここまでやってこれるんだぞっていう、そのね、そこが唯一、まあ、自慢できるところかなと。スマートフォンのゲームの中で、無課金でこれだけ、長く楽しめる運営も、きちんとできてるっていうバランスの取れたゲームって本当に少ないと思ってて、そんな中つむつむは結構ね、課金対象は控えめ、その代わり多分ね、グッズがすごい売れてると思うんだよね。そっちの方でバランスが取れてるから、こうやって長続きもするし、ファンもついてるしっていう感じのゲームだと思います。ちゅうわけでラスト賞が、こちらプーさん、なんか音符ついてるプーさん、じゃあプーさん弾いていこうか。こいつは誰さあ行くぜ、せーの、ズラス、おー、ご機嫌ぷ。はい。というわけで、ピックアップ、完売でございます。いやー、よかったー。弾き切ったね。じゃあ、久しぶりに、狼のガチプレイを、お披露目したいと思います。さあ、行きます。せい。最近。
クラ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